まあ、ところどころちょっと変なところもあるけど、あの意味は全然通じるので大丈夫です、はい、そのままの電力で使った場合、うん、あと何時間使えますよっていうのがここで見ることができます。これなんかね SOS らしいよ。あ、これで助けに来る人がいるかどうか、うん、これうちにあるあのティファール、はい、取って取れないくせにティファール、ね、スタート。大丈夫かな、怖いな。さあガンガン上がっていきます、ガンガン上がっていきます。1000ワット超えたよ。ボーンとか言わないよね。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。チャンネルイノバのイノバです。アキです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この状況で察しのいい方はお気づきだと思いますが案件の動画でございます、はい。まあ、今回ねこのポータブルバッテリーとこれ太陽光パネルなんですけど、うん、まあ、あのポータブルバッテリーって多分これからもし買おうかなっていう検討されている方で、何をこう基準にして買ったらいいかとか、どこをポイントとして見ればいいのかなとか、いろいろと疑問に思うところもあると思うので、今回まあこれの紹介をしつつ、まあポータブルバッテリーについてちょっとね合わせてお話ししていこうかなと思ってますので、すいません、よろしくお願いします。お願いします。はい、で名前がですね、東吾パワーさんのアドバンス1000でいいかな、うん、という、ポータブルバッテリーになります、はい。でちょっとね開けてみます。これ、はい、届いたまま一回まあ家では中、ね、うん、確認するのに開けてますけど、もう一度ねしまい直して、はい、おーじゃん、お黄色い、はい、こちらが本体になります。で一緒に付属されてるのが、はい、これがねあの家のコンセントで充電するアダプターになりますね。はい、であともう一個付属品はこれ、車のシュガーライターから、はい、そうシュガーソケットから充電できるよっていうものですね。はい、それと、はい、こういうですねソーラーパネルとつなげるこういうアダプターもついてきてます。でこれが取扱説明書で日本語でちゃんと書かれてるので、ところどころちょっと変なところもあるけど、あの意味は全然通じるので大丈夫です、はいはい。あとは東吾パワーさんからのお手紙も入ってます。お客様へ、はい、まあ読んでると長くなっちゃうので、まあ勝手に分解すんなよとか、うん、あの説明書通りに使えよとか、まあ、風呂入れよとかそういうことが書いてあります。風呂入れ、よし、じゃあそれでは早速外側を見ていきましょう。デザインはこんな感じで、うん、で前面にはここがインプット、ここのゴムのキャップを開けると、でここからさっきのコンセント、ここで充電です。で、ここがシュガーソケットから あの出力になります。でここをパカッと開けると、今度は USB 出力ですね。あと、タイプ C もあります。で一応クイックチャージ 3.0 がずらっと3つ並んでます、うん、これあの要は急速充電、うん、なんかね同じ USB でもうちらパッと見ると全部これ同じ形じゃん、うん、でもこの USB にもいろんな種類があって、うん、あのこのクイックチャージ 3.0 っていうのはなんか早いらしい。これ、うん、一応東吾パワーさんのはちゃんと3つとも急速充電、そうあのクイックチャージ 3.0 の USB の出口がついてて、なおかつこの下のタイプ C、 これ PD で止まっちゃってるけど、これ PD、60W ってやつかな、これもなんか急速充電、うんのタイプらしいです。だからここはまあ結構いいやつがついてるってことか、うん、で一応ねホコリが入んないようにカバーもついてますね、うん、これね、うん、で今度こっちがコンセントです、うん、これ家庭用のね、はい、ドライヤー使ったり、うん、ここからですること、これがね2箇所、うん、でちょっとね電源入れてみます。こっち今日充電してきたので 100% です。はい、例えば今回持ってきているサーキュレーター、はい、サーキュレーター、これをじゃあ一回つなげてみましょうか。はい、パカッと開けていきます。はい、見て、そう、それねバネで戻ってくるようになってる、そうそうそう、はい、今挿してこれで、電気が出るわけではなく、はい、各出すためのスイッチがあります。ここは AC ね、はい、でこっち USB とか挿した場合はこのここ、そう、この DC っていうのを押す。これは違うの、それはねエコって言って、一定の低電力のまんまだと自動的に電源がオフになるって言ったから、うん、エコモードって、はい、エコモード、うん、だからずっとスイッチが入れっぱなしにならない、なんか使ってないなっていうのを感知すると勝手に切れるらしい。頭いいんだね。そう、ただほら弱いやつを充電してるのに作動しちゃう可能性もあるから、
どうなんだろうね、これ手動ででもオフにすることもできます、こうやって、うん、じゃあ今はこのコンセントになるので、この AC のところを押します。押してください。そうすると青い電源がついて、まずね、まずね、青い電源がついて、はい、ピピピって言いました。はい、使えるようになります、うん、そしたら、うん、さあスイッチをオンしてください。いきます。おお、無料読んでいってみようか。いや、前回が、いや5ない4まで、4までか。はい、そうするとこちらの表示が変わりますね、うん、はい、282、今使ってるってことでね。今は使ってるのは、ね、下、下、そう、32、ちっちゃくね、ここに W って書いてあるんだけど、33W、32と33W、だいたい 32W から 33W を今使ってますよというのが出てます。上のは何ですか。はい、で上に出てる 28.2 って書いてあるのは、はい、この消費電力のまま使い続けると、うん、で今 28.2 とかなってますけど、まあ、約28時間、28時間使えますよということになります。すごいね。だから今つなげてる電化製品そのままの電力で使った場合、うん、あと何時間使えますよっていうのがここで見ることができます。これは助かるね。助かる。だからミラスが分かるっていいね。そうそうそう、今はまあ夏だけど、うん、冬ホットカーペットとかさ、うん、電気毛布使ってる時に、うん、寝る前にスイッチとか入れて、 その時に、まあ、ホットカーペットってね、温まると電気が一回切れたりして、あの一晩中その最初のワット数使うかってそうじゃないけど、うん、一応ね、電源入れた時から計算してくれて何時間持つよっていうのが出てくれるから、それ見ればね、うん、まあ、朝まで持つなとか、朝までちょっと持たないなとか、うん、まあ、ある程度の判断がつくから、うん、こういうのはね、あると非常に便利ね。一応こんな感じで使います、はい、じゃあこのままサーキュレーターを回したまま USB 電源にも挿してみましょう。はい、 USB、 はい、はい、うん、しました、入りました、うん、はい、で今はさっきはこの AC だったので AC の電源を押して出力したけど、うん、今度挿してるのは DC の方なので、DC の、DC の、そうです、そうです。はい、それを押してください。そうすると、はい、あの使えるようになります。はい、では、じゃあ私めの携帯を、はい、いいよ、挿してみて。ポルト携帯を。はい。じゃん。ジュウちゃんが出てきました。はい、今、充電が始まりました。はい。で、今度、こうなると、表示の方が変わりました、はい、今使っているのは41から 42W、はい、これは、AC で出力しているワットと今充電で出力しているワットの、うん、合算が出てます、はい、42W、うん、だから別々では出ないんだね。そう、 DC でいくつ使う、 AC で何ワット使って、うん、DC で何ワット使ってますよっていうのは出ないです、うん、ただ、まあ、あの合算で 42W を今使っているっていうのが出てますね、はい、もう一個の充電、はい、使うところがあって、はい、この上面にあるんですけど、はい、なんつうんだっけ、クイックチャージ、クイックチャージ、うん、え、置くだけ充電うん、 iPhone、 はい、うちの iPhone13 Pro Max です。はい、はい、お、始まった、充電できます。置くだけ充電できます、はい、あとコードを忘れても充電できるし、ね、あ、できないよりはできた方がいいよね、はい、はい、こんな感じで置くだけで iPhone も充電できます、はい、できます。はい、じゃあ横を見ていきます。横面にライトついてます。はい、で、ここのよいしょ、ここのボタン、うん、押すと、おお、ライトつきます。ついた、ついた、お、すごいすごいすごい、ライトがつきます。もう一回押すと、はい、もう一回横のライトがつきます。おー、はい、そこで取っ手のとこだよね。取っ手のとこのライトがつく。もう一回押すと消える、うん、で、なんだっけ、長押しなのか、長押しするとこってこれなんかね、SOS らしいよ。あ、これで助けに来る人がいるかどうか、うん、こんな感じでね、ライトが横と、はい、取っ手のなんかしないけど後ろについてます取っ手の前についてたら、ね、見やすいのにね。これもそうなんだよ、実は。これうちがいつも使ってるブルーティーさんのポータブルバッテリーです、はい、このバッテリーも実は後ろにライトがついてます、はい、後ろにね、こんなに明るくなるの、明るすごいでしょ、こんな感じで、これも SOS ができる。
ついてます。はい、はい、だけど一回も使ったことがありません。ありません。はい、もうすでに存在すら忘れてました。なんでかっていうと、ポータブル電源って置くときに、まあ、端っこに置くでしょ、こうって。まあね、こうやってさ、壁際とかテント際とかね、そう、壁際テント際にこうっておくでしょ、はい、こっちが光るんならよ、そうね、こう作業するのにピカって光って手元を照らせるから使うんだけど、こっちについてられてもさ、ちょっとね使わない。まあどういう用途なのかよくわからないっていう話だよね。うん、ちなみに東郷パワーさんも後ろについてます。はい、後ろについてます、はい、なんでこれさ、こっちについてればさね、ここで手元を照らしたりできるんだけど、なぜか後ろについてます。でもね、実はね、東郷パワーさんのホームページに行くと、アドバンス1000、これアドバンス1000です、うん、なぜかこれは前にライトがついてるの。確かに。これついてない。で、ライトのスイッチも確かね、ここについてんだよね。ああ、ちっちゃくちょっと見えないけど。はい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 。なんか多分型があるのかな。もしかしたらね、このエコ機能ってさ、取れる？うん、このエコ機能、エコモード。うん、要はさっき言ったやつね。そう、省電力のまま放っとくと勝手に電源が落ちてくれるっていうモード。うんうん、これってなんか今年からついたらしいんだけど。うん、あ、そうなの。もしかしたら前の方はこれがついてない、前の方はこっちについてたのかもしれないね。うん、新しくなってなぜか裏側に行っちゃったのかもしれないけど、うんうん、で後ろは別に何もないです。え、はい、スッキリとしたやつね。すみません。で重さは、うん、8.6kg。 8.6、 うん、 8.6 キロです。軽い方だよね、このサイズとこの容量ならね。この容量でこの重量は軽いと思います、うん、軽い方だと思う、うん、で一応ね、その重量容量のお話もしていきます。東郷パワーさんのこちらのバッテリーは 933Wh、 933Wh というのは WH って書いてあります、うん、これが容量になります、うん、電気がどれだけ入るのか、うん、その容量がこの子の場合は 933Wh ってことです、うん、で隣に書いてあるこの 1000W、うん、というのが今度出力になります、うん、じゃあこれをもうちょっとね噛み砕いてお話ししていきます、うん、はい、でポータブルバッテリー選ぶときに、うん、とにかく容量の小さいものから大きいものまでいろいろあるし、うんうん、大きいのは大きいのでやっぱ高いから値段はね、そうで、うん、大きくなれば大きくなるほどやっぱり重くなります、うん、で気軽に持ち歩く運べるような重量ではありません、うん、20キロとかあるんで。そうだね、2000だと20何キロっていうのが、そうだね、ほとんどだね。20キロ前後絶対あるから、うん、車に積みっぱなしだよっていう人は別に全然いいと思うんだ、うん、20キロあっても大きいのあってもね。そうでもテントの中に持ち運んだり、うん、あっちに持ってったりこっちに持ってったりとか、災害時って言ってもいろんなパターンがあると思うのね。家の中に留まれる災害時だったらバッテリーをそもそも持ち運ぶ必要がないから大きいのでも全然大丈夫なんだけど、避難所に何週間か行かなきゃいけない時に一応持ってこうかなって思った時、20キロのポータブルバッテリーはさすがに持っていけないじゃない、うん、8キロぐらいだったらまあなんとか持っていける。もちろんそれより小さいのもあるから、うん、まあスマホの充電だけでもって言って持ち運びしやすいのがやっぱあるわけじゃん。そうやってまあ自分がどういうのに使うのかっていうのと自分のキャンプスタイルに合わせて選ぶんだけども、でさっき言ってるこの 933Wh っていうのはじゃあどれぐらいどんな容量なのかというのを説明します、うん、今日持ってきてるこの電気ケトル、この電化製品って必ず消費電力が書いてあります。ここに書いてあるね、これね 1000W、うんうん、これは消費電力 1000W の電化装置、うん、電化製品です、うん、はい、でちょっとねこれ933ってちょっと波数が出て分かりにくいので、うん、例えばこれが 1000Wh の容量だったとします、うん、そしたらこのポータブル電源でこの電気ケトル、電気ケトルでもこれお湯が沸いちゃうと止まるでしょ、うん、まあでもそれは考えずずっと使い続けたとしたら、うん、1000Wh のポータブル電源で 1000W の電化製品を1時間使うことができます、うん、1時間。ただ実際は
この DC っていう出力、と AC っていう出力があるんですけど、これって AC 出力だから、で多分大元は DC なんで、DC から AC に変換するに変えなきゃいけないの、DC から AC という電気に、まあ、簡単に言うとね、変えなきゃいけない。その変えるときにこの変換ロスっていうのが出るから、実際は 1000Wh のバッテリーだから 1000W の、電化製品を1時間使えるかっていうと、厳密に言うと1時間弱になる、50分とか、その変換ロスがあるからさ、100% それを使えるわけじゃないっていうのかな、だから自分が使う電化製品、それを考えてこの容量というのを選んでください、はい。よくあるのが電気毛布を夜使いたいと、まあ、例えば電気毛布がずっと 40W で使ったとしよう、で夜通し 40W で使ったとしよう、単純にね、そうすると25時間使える、25時間。そうするとまあ一泊は持つね。そうね。だから一泊冬のキャンプで電気毛布を使いたい、プラス携帯の充電、これで一泊なら1000だったら多分十分持つね、でそういうふうに用途と考えてポータブルバッテリーを選ばないと、まあ、使いたい電化製品が思うように使えないってことになるので、この容量というのはこの自分がねどれぐらい何を使うのかで決めてください。で必ず電化製品ってこう消費ワットっていうのが 裏のとかに書いてあるので、まあ、それをねよく見てから決めてください。でもう一個大事なのがこの出力の方です。さっきはワットアワーなので WH がついてます、これは時間の H ね、こっちは H ついてません、ただのワット、これは 1000W っていう出力です、これはどういうことかというと、1000W までの電化製品を動かせますよってことです、でそれはさっき言ったここに書いてある 1000W、これをでこれはね定格出力って言います。 Amazon とかでポータブルバッテリー検索すると何ワットアワーの容量で定格出力何ワット、瞬間最大出力何ワットっていう表記がされてるんだけど、瞬間最大っていうのは本当に瞬間なのね。だからそれのワット数を継続的に使えるわけじゃないから、そこは間違いないよ、瞬間的にこんだけ上がっても大丈夫ですよっていうことなので、見るのは定格出力の方の数字を見てください、でだからこれの場合は定格出力 1000W、なので 1000W までの電化製品ならずっと動かしてても大丈夫ですよっていうこと。だからこれの場合 1000W だからギリギリ大丈夫、で一応安全マージンを作られてるから同じ数字ならほぼ大丈夫。ただ大きいドライヤーとか、うちにあるドライヤーは 1200W って書いてあるんだけど、これはもうダメです、これが1000に対して動かす電化製品が1200だから、動かせる電化製品がこれを上回っちゃうとそれはダメです。そうでね、書いてあったね、いっぱいね。そう、ここにも書いてあります。これブルーティーさんの、ブルーティーじゃない、統合パワーさんはい、統合パワーさんのこの取扱説明書にも、ね、書いてあります。こんな感じで、使用できる電化製品、こういうね 60W とか 89.2W とか、炊飯器 700W とかも大丈夫です、ヒーターの 800W とかも大丈夫です、ただここね、使用禁止の電気機器、コーヒーメーカー 1129W、これもう 1000W 超えてるよね、ね、で電気ケトル、これはね 1200W のタイプ、これ、うちにあるティファール、取って取れないくせにティファール、あれが 1200W なのよ、まあだからその家のケトルは持ってこなかったんだけど、そうだから持ってかな、そう、ただこれは 1000W だからこっちを持ってきました、だから1200とかは使えます、もちろんね1300の電子レンジも使えません。これは本当に気をつけてください。自分が動かしたい電化製品に合わせて、この出力選んでください。必ず定格出力で選んでください、ちなみにこれ瞬間最大出力、2000W あります。これ2000だから瞬間的に2000に上がる分には大丈夫、ただ継続的には使えない。で、ここからがすごく大事なんですけど、これ統合パワーさんの、ポータブル電源、出力が1000、容量が、まあ、933Wh でこの大きさです。で今日ちょっと比較、これいつもうちで使ってるブルーティーさんのポータブル電源、ちょっと場所がないからこっちに置きますね。ブルーティーさんは出力が 700W、
で、容量が537、まあ、倍まではいかないけどこっちの方がねほぼ倍ぐらい大きい容量なんですけど、うん、見ての通り大きさがほぼ一緒です。上にちょっと重ねたら分かりやすい、うん、あ、そっか、こんな感じほとんど一緒、うん、ちょっと大きいぐらい、うん、ちなみに重量が、はい、東湖パワーさんの黄色い方が 8.6kg、はい、ブルーティーさんのこの500、うん、500の方が、うん、7.5kg、うん、重さはやっぱりこっちの方がちょっと重いんでね。そうだ、1キロぐらいね。1キロぐらいは重い。あ、でも見た目は全然もうほぼ一緒ぐらい、うん、で容量は933の500ほぼ倍37だから、まあ、ほぼ倍ぐらいな容量になってます、うん、はい、だからすごくコンパクト。そうだね、はい、コンパクトだね。コンパクトというのもこれには秘密があります。はい、はい、ポータブル電源といってもこれはもう選ぶ時にこれはね多分賛否分かれるぐらい大事なことです、うん、使われてる電池が違います、うん、はい、でも、この前にある2台のポータブルバッテリーも実は中身の電池が違います、うん、僕もねあんまり詳しくないんですけどこっちはリン酸鉄リチウムイオン電池というのを使われてて、うん、東和パワーさんの方はさっき調べたらリチウムポリマーのバッテリーを使ってるって書いてありました、うんうんうん、結構ね多いのは三元系リチウムイオン電池っていうのがあるんだけど、うん、なんか三元系リチウムポリマーとかいうのもあるし、なんかバッテリーが違うっていうのは確実です、うん、でやっぱりポリマーの方が多分やっぱコンパクト高出力っていうのかな、うん、なので、うん、まあ、見ての通り大きさはあんまり変わらないけど、ただ容量はね、537の933なんで、うん、ほぼ倍、うん、ほぼ倍ぐらい違う、うん、ただ大きさはあんまり変わらないと、うん、重さも1キロ、うん、こんな感じでやっぱりコンパクト高出力、じゃあ全然向こうのバッテリーの方がいいじゃんってなると思うんですけど、実はリン酸鉄ってすごいいっぱいメリットがあって、まず、寿命、うん、充放電サイクル、そうそうそう、充放電サイクル、うん、でこっちがねなんと2500回使えます、うん、ちなみに向こうは800回です。800回、こんだけ寿命に差があります。うん、確かに、うん、ただね一応弁護させてもらうと、数字だけ聞いちゃうとね約3倍、3倍だね、そうだね、約3倍、うん、寿命が違うわけなんですけど、うん、例えばなんですけど800回の充放電サイクルで、あくまでも、キャンプで使うって想定して、月にキャンプ2回行くよと、うん、だからまあ単純に1ヶ月に2回、うん、充電して放電、充電して放電、2サイクル、そうすると年間24サイクル、うん、10年って240サイクルなわけだ、はい、これ800使えるのね、うん、10年で240サイクルだから、うん、20年使ったって480サイクルでしょ、これ800だからね、まあ、何十年使えますかって話だよね、うん、簡単に言うとね、うん、そんな感じのサイクルなので、確かに高寿命なのは、うん、数字だけ見るといいんだけど、うん、その使うサイクル、使う用途、うん、まあ、キャンプにしか持ってかないなっていうんであれば、まあ、800は十分だよね、まあ、だったらちっちゃくて高出力の方がいいかなっていう風な判断をする人もいると思うんだ、うん、でもやっぱ長い方がいいよとか、うん、例えば職人さんとか、あ、そうだね、そう、毎日電動工具を動かしたいんだっていう人はもう全然こっちの方が、うん、もう選択肢はこっちだよね、うん、寿命が多い方がいいから、そうだね、だからまあその人それぞれね、うん、使う用途によってこれも変わってくるので、うん、自分に合ったものを選ぶといいと思います、はい、ちなみに安全性もこっちの方が高い。あ、そうなんだ。そう、リン酸鉄の方が発火とか爆発 の、 その危険性というのが低い、うん、リン酸鉄はね、うん、でどっちかって言ったらやっぱり三元系のリチウムイオンとかやっぱり若干ね、これに比べるとね、ただどれぐらいなのこれもちょっと弁護させてもらうけど、うん、じゃあ全然怖いじゃんやめようよって話ではなく、うん、水の中で使いたいとか、うん、気温が240度のところで使いたいとか、異様な使い方をした場合はそれなりに危ないけど、そうそう、普通に使ってる分であれば全然問題ない。いろんな安全機能が搭載されてるから、ね、今はそんなに気にしなくても、うん、それこそ結構頻繁に高いところから落とすんだよとかさ、うん、そういう特殊な使い方をするんであれば、うん、より安全なこっちを選んだ方がいいと思うけど、そこまで気にする必要ない。やっぱり高出力、コンパクト高出力の方を取った方がいいっていう人もいるよね、うん、じゃあリン酸鉄でもうちょっと
容量のあるの買えばいいじゃんってなるでしょ、うん、で例えばアンカーっていううちあのほらカメラに使ってるこの映るかなこのモバイルバッテリー、うん、モバイルバッテリーこれアンカーのモバイルバッテリーなんか入ってちょっと出すのめんどくさいんで出さないんですけどアンカーのモバイルバッテリーアンカーってすごい有名なあのメーカーですがポータブルバッテリーを出して、うん、もちろんこの中身がリン酸鉄の、あのバッテリーで、うん、容量が1220だか1230だか、うん、だからこれは933でしょ、うん、1200あるから結構十分じゃん、うん、出力も1500あるのよ、うん、こっちは1000ね、うん、だからやっぱり一回り大きい、うん、で、ああじゃあいいじゃんと1000も超えてるし、うん、重さが19キロです、うん、そうだね 19.9 キロ1200で19はかなり重い方だねそうこ重さで言うとこれ 8.6 でしょだから2倍以上だよ ね、 そ, うだねそれぐらいねやっぱりリン酸鉄って出力を出そうとすると、うん、やっぱり大型化されちゃうんだよね、うん、だから車中泊とかで車からほとんど下ろさないよとか、うん、そういう人はねリン酸鉄すごいいいと思うんですけど、ね、やっぱりこう気軽に持ってきたい、うんうん、で災害時も、まあ、手が空けば持ってきたい、うん、なるべくだったら持ってきたいっていうとやっぱりなるべく小さくてね、うん、そこそこ容量があるもの、うん、が選択肢に入ってくるのかなと、うんだからそういうふうにやっぱり中に使われているバッテリーでもこう特性が違うので、うん、あの自分に合ったバッテリーをねあの探してみるといいと思います、うんはい、で最後に、ちょっと物置になっちゃってるけどあのソーラーパネルソーラーパネルちょっと広げてみないそうだね広げてみようかこんな感じでこれが200ワットのソーラーパネルです、はい、でちょっとねもう太陽ほとんどないんだけど、うん、形だけちょっとね、はい、つなげてやってみましょうこのパネルの後ろのポケットにお電気がついてる赤いのついてる発電してんのかなそうだね、うん、これがソーラーのパネルからの出力、はい、これが本体側に、まあ、アダプターね赤だよねそうこれをカチッとします。これこのままだと怖いから後でちょっとビニールテープとかで養生しよう ね水が入ると怖いからそうだねでこれをこうインプットって書いてあるところにこれを入れます、はい、お願いしますお来たおついたでも充電がいっぱいだからとりあえずだからまあこれでそうこんな感じってことだよね減っててなおかつ太陽があればそうだ、ね、ここから充電が開始されますけどというかでもやっぱ発電してないのかな入力するほど発電してない使うときはこちら側にあと何時間使えますよって時間が出てたんですけども今度充電中はこれ今ソーラーで充電してますけどあの家のコンセントでも一緒ですあと何時間で充電終わりますよっていうのがここも出てきますだから使ってる時も充電してる時も、まあ、あとどれぐらい使えるかとかあとどれぐらいで終わるかとかっていうのがあの時間の表示が出るのでこれすごいいいよね、うん、助かります目安が ね分かってすごくいいよねちょっとね今日夜いっぱい使ってみて明日撤収前にもう一回つなげてやってみたいと思いますどれぐらい減ってんのちょっと待っておお、まだあと19時間持つってこと？そうそうそう。なん見えないな。60% 残ってるってこと今？60%、もうそう 59% って書いてあるけど。そうだよね。ほぼ 60%。すごいね。うん、すごい。40しか使ってないの。そういうことだね。うん。昼間はほぼ4で回してたし、うん、寝るときはまあ風量2だし。で 40% だからあと気持ち充電しとけばいいんだ2日目はそうねこれでちょっと今日これ今日は無理だね太陽出てないから充電できるかどうか分かんないけど試しに繋いでみようよ後でうんはい改めましておはようございますはいおはようございますお茶を飲むのはいこの東郷ばあさんのバッテリーでお湯を沸かしていくお湯を沸かしていく800?とりあえず800だから後でどうせ使うよね、うん、ラーメン使う、うん、えいここまでほぼギリギリまで、うん、沸かしてみますいくよはいえい
きます。スタート。大丈夫かな、怖いな。さあガンガン上がっていきます。ガンガン上がっていきます。スイッチが入りました。1000ワット超えたよ。ボンとか言わないよね。1000を超えてますね。1045。まずい。うん、ダメな時は切れるから一応動く。だから一応1000と言ってもある程度マージンが取られてるから、うん、そこがでカバーできてるなら動くんだけど、一応動くね。ダメなら止まるからやってみよう。コース、あ、そうそう、ダメなら止まるから、それでいいと思う。線は全然下らないね。そうだね、最初だけかと思ったけど1040とか1039を、まあでも一応動くから大丈夫なのかな。ケトルの方はブジュブジュ行ってきました。一応沸かせそうだね、うん、これはね。うちにあるのは絶対無理だね、うん、1200は無理だね、うん。まあ、1000ワットって書いてあって多少を超えても沸かせるみたいです。ちなみにバッテリーは、まあ、でも熱持ってるとかそういうのはないね。でもファンは回ってるね、うん、おーってね。回ってる。あ、沸いたよ。嘘、もう、うん、もう沸いた。あら、2分半ぐらいか。早いね。無事沸きました。インプットさしてきます。じゃん。お、一応発電してますね。すごいね。一応ね、10ワット程度の発電。え、こんなに曇ってんのに。うん、一応ね、発電はできてる。で、今ね、42%。この状態でいくとね、85時間です。まあ、でもできるかできないからな。そうそう。一応ね、今、昨日散々使って、残り 42% から充電始めます。今もう本当にどんぐる盛り。どんぐ盛りの午前8時22分です。この状態だと、パネルの発電量は10ワット、今11ワット、10ワットぐらい。で、ここはこの調子で充電を続けると、まあ、87時間とかかかりますよってことかな、これは。ちょっとこのまんま撤収終わるまで充電してみたいと思います。10時18分。10時10時18分です。10時18分8時半ぐらいから充電。9時半、まあ2時間ぐらいかな。そうだね、うん、約2時間この200ワットソーラーパネルで充電してみました。はい。まあ天気は今は結構影がこれぐらいできるぐらい、これぐらいできるぐらいの太陽。まあ薄曇りだね、うん、お世辞にもいい天気とは言えないけど、でも暑いぐらい。太陽を撮るとこんな感じ。この状態で、この状態といっても朝の1時間ぐらいはもうちょっともっと曇ってたよね。すごい曇ってた。今やっとちょっと天気良くなったって感じ、うん、さあどれぐらい充電できましたでしょうか。どれぐらいって言ってたの、どれぐらいから始めたんだろう、忘れちゃったんだけど。え、 45% ぐらいだっけ。はい、約2時間。約2時間充電しました、うん、しかもまあほぼ曇ってる状態、うんうん、で朝ね、ここの発電が10ワットでした。今は45とかそれぐらい、40からまあ40後半ぐらいの充電発電量、うん、でやってて、まあ、45% から 54% ぐらいまで充電しました、はい、でこのまああんまりいい環境じゃないけど、この状態で充電し続けると、うん、まあ、14、5時間で充電できるっていう感じだから、ドッピー感だったらまあいい感じに充電できそうね。そうね、朝から夕方まで出したけど、うん、2時間の曇りでこれだから、うん、ちゃんと晴れてれば一応5、6時間で満タンになるような、5時間前後。そうなんだ。コンセントでも5、6時間で満タンって書いてあったから、うん、まあ、ソーラーパネル100ワットのタイプと200ワットのタイプと、うん、あのほら発電量が違うのがあるから。そうだ、ね、200でこんな感じです、うん、やっぱりソーラーパネルあると安心だね。安心、追い充電ができるから、うん、ただ1泊の人はあんま関係ないか。2泊の人は 2日目がね、うん、
充電できるから、うん、結構いいかもしれない、うんうん、すごい朝出しとけば、うん、ね、うん、というわけでまあ、はい、それなりの容量とソーラーパネルの組み合わせっていうのも一つの選択肢だね、うん、あまり大きいバッテリー買えないっていう人はさ、そうだね、うん、場所も取るし重いし、女の人なんてこの組み合わせがあったらすごくいいかも、ね、あ、小さめのバッテリーと、うん、まあ、ソーラーパネルがあれば補えるからね、そうそうそう、まあそんな感じでいろいろと組み合わせを考えてみるのもね、また楽しみだからね、はい、はいはい、というわけで以上、はい、東郷パワーさんのアドバンス1000と太陽光パネル200ワットのご紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。